どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、よく聞かれています、環境設定についてご紹介していきたいと思います。Google のグッドキーワードとかで、いとっちゃん調べると、大体ね、みんな環境設定とか、あとはパラっていうふうに一緒にキーワードを調べてくれてるんですよ。なのでね、まあ、パラのね、カスタムだったり、まあ、俺の環境設定みんな気になってるんじゃないかな、ということでね、まあ、コメント欄にも来てたんで、やっていきましょう。僕の環境設定でございます。まあ、ちょこちょこやってるからね。まあ、そんな大差はないけど。はい。まずは環境設定のビデオの方からやっていきましょうか。でですね、僕、画面は常にフルスクリーンモードでやってます。まあ、モニターが2つあるんで、まあ、片方はアバで、まあ、片方はネットやなんだのでやっています。まあね、あんま不便することはないかなと思います。まあ、モニター一つでもね、多分俺フルスクリーンでやってますね。あんまウィンドウモードって使わないんで。MA モードがゲームだったらウィンドウモード使うんですけど、FPS はね、使わないっすね。この間のバイオ配信でさえフルスクリーンでやってましたね。で、まあ、視野角ですけど、85です。フォブはですね、90は、スポーツ系かマインクラフトくらいなんで、僕いつもやるときは。まあ、今85がちょうどいいっすね。まあ、こんなもんかな。で、解像度は4対3です。で、1024の768ということで、僕はね、黒帯を出してますね。黒帯を左右に出してます。なので、43でも黒帯がちゃんと出てるんで、気をつけてください、真似する人は。ね。僕はフルスクリーンはあんまりやらないですね。横幅に広げるやつは。で、グラフィック品質は高いです。まあね、これは影が出せないんでね、高くしないと。で、シェーダーモデル3。まあ、これも同じですね。理由は影が出せなくなります。で、テクスチャフィルターはつけてません。ここら辺になってくるとね、もう完全にスペックの問題になってくるんで。で、照明品質は高いですね。まあ、これはまあ別にそこまで。あとね、なんだっけ？なんだっけ？なんか見えるようになるよね、確か。なんだっけ？忘れちゃった これなんかあったんだよね。はい、あとは影ですね。影はリアルタイムで絶対にやるようにしてます。これでやれないとやっぱ不利なとことか有利なとことか分からなくなっちゃうこともありますし、とにかくね、常に出してやっています。これは本当に出せる人は必ず出してやりましょう。ね、まあ、キャラクター武器背景の品質は共に最低です。まあ、特にね、気にする必要もないかなと、今は。もしかしたら今後これをね、最高にした方が、まあ、めっちゃ見えるよっていうのがあるかもしれないので、まあ、それはね、まだ分からないですけど。で、パーティクル品質も低いですね。俺はほんとここはね、こうにしたいんですけど、こうにするとちょっとね、重いね。重いんですよ。動画とか配信とかやってると。で、まあ、パーティクル強化もオフにしてます。実際僕はオンにしたいです。弾飛んでる弾道がよくわかるんで、どこに当たってるかとかも分かりやすいんで、僕はね、ほんとはつけたいんですよ。まあ、多分ね、また戻してるかもしんない。ここつけたりつけなかったりなんで。で、リフレッシュレート、右上に戻って、リフレッシュレート、基本レートです。ここを基本レートにし、する、し、基本レート以外にする人は多分そうそういないでしょ。で、基本レートです。モニターが 144Hz なんで、それに合わせております。ガンマも3です。これはでもね、人によっちゃもうちょっと下げますよ。2.5とか7とかっていう人もいると思います。ガンマはね、好みです。あと補正効果ですかね。これも普通にオンですね。これは見やすくなりますので。まあ、でもそれもね、俺寒色系の色よりも暖色系の方が好きなんで、そっちにしてます。なので、下の設定も左寄りですね、少し。で、まあ、グレア効果とかは、ブルームとかつける必要はないかなと思ってるんで、つけてません。で、オーディオ行きましょう。オーディオは、まあ、皆さん一緒ですね。残響効果絶対つけないようにしてください。オーディオチャンネルも32で、これは多分、あんま関係ないです。で、まあ、操作、環境設定のマウスカード、2.20ということで、僕、マウスの DPI が 1600DPI です。まあ、1600DPI って言ってもね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ、マウスが 1600DPI、ゲーム内戦士が 2.20 と、結構な、多分ハイ戦士とはいかないですけど、まあ、ミドルハイの部類だと思います。で、補助キーダッシュ、これ必ず、僕はマウス放流ボタンです。これすごい重要です。これマジ使えるようにした方がいいです。ダッシュするときに W2 回押してる人は、これを使えるようにした方が、圧倒的に効率がいいです。必ずマウスホイール、まあ、または別の違うボタンで押せるようにして、ダッシュができるようにしましょう。本当にこれ、マジで覚えると全然違います。まあ、どう違うかはね、体験してください、自分で。あと、ここら辺は絶対入れてないですね。ここら辺は入れないです。これ入れてやるやつはマジやべえと思う。で、あと、変わってるところは特にないかな。まあ、ここら辺は、まあ、俺、僕、初期のまんまなんで、基本的に。前の武器マウススクロールアップ、次の武器マウススクロールダウンということで、まあ、ここはね、皆さん、
それぞれ違うかな、もしかしたら。俺はね、マウスホイールでクイックチェンジするんで、ここにしてます。で、サイレンサーはね、通常 V がサイレンサーなんですけど、僕は F にしてます。あ、じゃあ、サイレンサーが V、あ、いいのか、F にしてます。理由は V はちょっと遠いからです。人差し指が。あ、俺ね、あんま下の ZXC ランは使いたくないんですよ。あんまりね、好きな位置じゃないんで。まあ、できれば A から D、A から、そうですね、A から横、上のところを使いたいですね。なので、あんまり下には配置したくないタイプです。ラジオショットはね、まあ、別にいいかなと。で、武器変更、まあ、G ということで、まあ、これはね、あんま使わないですね。皆さんね、あんまり使わないと思いますのでいいかな。あとはセカンドの位置、これはキーボードというとネットルールの部分ですね。まあ、これは人それぞれだと思います。ここも。これまあ、ここなんでここに設定してんのっていうと、まあ、別に理由はないです。なんか、キーボードの余ったところにしてます。あ、かもこれ初期設定はね、ね、なんだっけ、無とかかな。なんかそこら辺です。あそこら辺だとちょっとわかんないから。まあ、あと、あれの理由かな。左にしとくと、なんか左向きは下げますよっていう意味。キーボードのねとルのとこ見るとわかるけど、鍵カッコがある。鍵カッコっつうか、まあ、カッコがあるんだよね。で、それが、不等号っつうのか。不等号があって、まあ、左側に向いてるのと右側に向いてるので、右側の押すと、まあ、上がりますよとかね。そういう意味でやってます。まあ、右側に進めば数値上がっていくっていうイメージだよね、ここで言えば。はい、あと次、ゲームボリューム減少増加は、マウスのサイドボタンでございます。左側です、僕これ。親指で全部変えるようにしてます。これがね、配信の時とか使ったり、録画してる時によく使えます。まあ、ここにあると超便利です。ちなみに僕はこの反対側のボタンが、バンディカムっていう録画ソフトの、停止と開始です。これもね、まあ、個人的なとこですけど。はい、次ゲームです。ゲーム設定、垂直同期は入れてないです。これはね、入れるのは多分スペック低い人かな。あんまりね、今使わないですね。そんなに、まあ、格ゲーとかだったら使うのかな。まあ、使わないんで、あんまり気にしなくていいです。補助カメラ仕様は、上の、ま、敵を倒した時とか、倒された時とか、上で確か補助カメラっていうのが出てきますので、あれが見えるようになります。あった方が絶対にいいです。ミニマップ避難マークもあった方がいいです。何がどうなってるかっていうのが分かります。その下のミニマップ名称テキストも、ミニマップ名称テキストもね、あった方が分かりやすいと思います。まあ、タブを押した時に分かるやつなんでね。別に通常から出てきてるわけじゃないんで大丈夫です。で、非同期ローディングも入れた方が、読み込みが早くなりますので入れてください。アバのローディングとか早くなります。次のラウンド行くのがスムーズにポンと出れます。で、固定ミニマップ、これはね、入れてないですね。これ入れるとなんかよく分かんない方向になっちゃうんで。なので、あんまり言えずにやってます。まあ、見てる方向のやつっていう感じ。マップがね。で、あと、可変、割合っていうのかな、HUD を、入れてます。これは解像度によって、HUD の大きさが変わるんで、これを入れております。あと、付箋出力も、これもあった方がいいですね。ペインって出てくるね。ただ、戦闘ダッシュボード効果音を削除っていうのは入れてないですね。これ入れると、ペインって言った時の音がなくなっちゃうんで、ね。あ、不戦出力ってあとあれかな、挑発行為とかが見えなくなるのかな、確か。なんか確かそうだった気がします。あとソフト画面、入れてますね。これ最大フォアグラウンド FPS っていうのがおそらくっていうか、まあ、ゲームをしてる時の、最大のフレームレート数になるんですけど、僕が144にしてるのは、モニターが144だからそれ以上出してもあんまり意味がないということで、144にしております。で、最大バックグラウンド FPS というのがありまして、これはね、多分ね、裏に行ってるとき、裏画面に行ってるときに、ゲーム上はリアルタイムで動いてますんで、その動いてるときのフレーム数を指してることだと思います。多分名前の通りね、バックとフォアなんで、僕はバックが好きですね。まあ、それは、まあ、それはね、いいとしてね。まあ、それは多分おそらくそうなんで、戻りたい 30fps にしておけば多分ね、戻れる可能性が上がるんじゃないかなと思いますね。おそらくですけど、まあ、これはね、後々皆さん、考えてください。ミニマップ倍率調整っていうのは 150% っていうのはあんまり気にしないです、これは。僕ね、そこまでミニマップの大きさは気にしてないです。なんか、よく一番ちっちゃい方が全体的に見れていいとかっていう人もいますけど、僕はね、あんまり気にしてないですね。基本タブキーで見てるんで、左上のミニマップ、まあ、見るとき赤点かな、赤点とか、まあ、できればね、僕はね、大きい方が好きなんですよ。赤点の、まあ、位置が、どこら辺ま詳しく見れるっていうのありますし、メリットとしては確かにデメリットだと大きいのだと分かんないんですけど、まあ、でも大体150ぐらいだったらね、何の不便もなく全体的に
って分かるんで、このぐらいの数値がいいのかななんて思います。まあ人それぞれ好みです。僕はここら辺の数字ですね。全体はあんまり民にはしないですね。マックスの方に寄せてます。 SSD 保存形式ということで JPEG さんを普通、まあ大体もそうだと思いますけど、で動画保存形式は AVA で、こちらの画質がいいです。容量は大きいですけど。で、あとはクロスヘアですかね。クロスヘア、一番左にしてあるのは僕はこれが一番使いやすいからです。どのゲームでも何のゲームでも何をやるときでもこれです。マジでこれです。もうこれ以外の出てくるは本当使わないです。で、言語音声設定日本語、まあね、日本語にしとけば大塚明夫さんの声や井上真理奈さんの声が聞こえるんでね、僕はそっちにします。外国語はね、なんかね、いいよって感じまあいいよいいよって、まあ日本語にしといた方が僕は声優好きなんで、そちらにしていますということでね、まあ、大体こんなもんですよ、ね、3D ビジョンは使わないんでね、なんでもないです。あとはね、わからないことがあれば、スケの方で質問したり、まあコメント欄もでちょくちょく見てるんでね、そちらの方に書き込んでもらえれば僕はお答えできますので、よろしくお願いします。今すぐ返信が欲しいという方は、スケの方で書き込んでください。それでは、伊藤ちゃんでした。環境設定参考になれば幸いと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。